私は同性の友達は作れるのですが、異性の友達が作れず困っています。最近ボードゲームにはまっており、ボードゲームカフェに行ってますが、毎回誰かしらの男性が私に好かれるために、例えば4人個人制のゲームで自分を犠牲にしながら私が1位になるようにプレイされたりして、全てがつまらなくなってしまいます。私は異性としてではなく一人の友達として良きライバルとして仲間に入れてほしいです。友達になることが目的なので、既婚ですとかレズですなどと嘘をつきたくありません。どうすれば友達になれると思いますか？ブサイクになればいいんじゃないの？モテてしまうのが多分問題だと思うんですよね。多分見た目がそれなりにいいので。なんで、ブサイクになるって言ってと、あと、オンラインで友達を作ってください。オンラインでも別にできるゲームもあって、オンラインでのそういうコミュニティもあるので、で、別にそこで女ですって言わないで、普通に男として仲良くなって、楽しいよね、じゃあ今度はリアルでやってボードゲームしましょうっていう風になれば、もう友達になった後から会うって話になるので、その友達になってない状態で、目の前に綺麗な異性がいますってなったら、じゃあ頑張ってアプローチしようって思っちゃう頭の悪い人っていうのも多いんですよね。なので、オフラインで会ってない状態で友達になるっていうのをやってみるといいんじゃないかなと思います。